イソッチの自己肯定感低めラジオ。みなさん、ひくらじは声優のイソッチこと磯村智美です。ひくらじは構成担当のシモンこと橋本優希です。自己肯定感は低空飛行だけどゲームは大好き、そんな二人がお届けする番組、自己肯定感低めラジオ、通称ひくらじです。気合が入ってるな。いやー、だってオリンピックの開会式で我らが高田二期の曲がですよ、流れましたね。流れましたよ。この今流れている曲も高田二期作ですから。そうそうそう、そうですよね。すごくないですか。つまりこれ三段論法的に言えば、はい、ひくらじの曲がオリンピックで流れたようなもんですよね。もうそれぐらいのことですよ。もう誰も突っ込んでくれないよ。何もしてない我々。いやでも2期もね、まさかあの時作っていたこの曲がオリンピックで流れるとはって感じだっただろうね。わかんないけど、まだあの直接ねお話ししたりとか、うんうんうん、メッセージやり取りしてないからあれだけど、どういう気持ちなんやろね。聞いてみとくよ。いや、せっかくならちょっとあれか、今こそもう一回モンハン実況じゃん。あ、またあの何かをちょっと借りつつ、はい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 、ところで2期オリンピックで流れましたけど。そうだね。なんか重要なインタビューをあそこでなぜかするっていう、よくわからない、集中して話せない時に聞くっていうね。そうなんだよね。ライズの実況を我々やってしまっていて、やってしまっていて、まあそこでもね、あの2期のマル秘エピソードが聞けたりするので、世の中では大名槌の曲がエルシャダイと言われているが真相はみたいな、ね、いや、もっとあれだね、サムネで煽った方がいいのか。じゃあでもなんかさ、ほら、うん、あんまりさ大ごとにしては欲しくないみたいなことをおっしゃってたじゃん。確かに。すごく怒ってるみたいなことになっちゃっても嫌だし、うん、煽って欲しくないみたいな感じだったから、あ、じゃあ普段な感じでつって、特にみんながそんなに引っかからない感じで、これはこれでどうなんだろうみたいな、すごい方なんですよ高田二期はっていうね。あの二期がその曲のエピソードを実況の中で話してくれて、うんうん、結構ほらわちゃわちゃしてるからさ、話が途切れちゃったりするじゃない、うん、で二期、さっきの話の続きはって聞いた時に、いや終わりですっていう、あの2期の終わりですが僕すごい好きなんですよ。終わりだったんだなっていう、あそこがそういう2期のね良さが凝縮されてると思うんで、ぜひそこも聞いていただきたいんですけども、ぜひまたやるときには来てほしい。このラジオ収録するにあたって、はい、オリンピックの開会式がお伸びになられたということで。そうですね、なんか押した感じですよね。あれしばらく通信をつなぎながら、うん、開会式もちょっと見るみたいなことをやっている中で、うん、そっちがなんかこうツイッターに急に急になんか募集を、はい、ダメでしたかね。募集してから本当わずか数分ですよ。よく皆さん投稿してくれたなと思って。ありがたいですね。でもなんかこうみんなで共有してる感じがしますね。今を生きてる。配信されるのは1週間後ですけども、うん、というわけなんで、まあ、オリンピックの入場行進曲に俺の考えた最高のセットリストね、はいはいはい、それ言ってました。それをちょっといただいてるので、はい、まあ、別に我々がオリンピックを仕掛けてるわけではありませんが、まあ、せっかくね、でもゲームの曲が流れたってことで乗っかっていきましょうよ。はいはい、じゃあイソッチから読んでください。はい、ひくらじネーム最弱しんだくんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。イソッチさん、シモンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。オリンピックの入場曲でいろいろ盛り上がっていたのでメールさせていただきました。個人的にはニーヤのイニシエの歌がかなりテンションが上がりました。ゲームの内容は病気が蔓延した世界が舞台でしたが、イニシエの歌の歌詞自体は世界の最悪を白の書が消し去るという内容なので、今の社会情勢に合った良い曲線ではないかなと思いました。あ、なるほどね。そうね、イニシエの歌だけボーカルありだったからさ、突出して目立ってたよね。なんか1回だけだったんだってボーカルあったの。そうなんだ、間違っちゃったのかな。じゃあ横尾さんがなんかねそんなことつぶやいてて、我々としてはでもボーカルありでエミさんの歌がね急に流れて、あーエミさんだって、私はテンションめっちゃ上がったけど、もちろんね2期の曲が流れた時もテンション上がったけど、それ以外のところで言うと僕もやっぱりニーヤーの曲流れた時がおーっていう感じでしたね。ねえ、エミさんと一回お仕事させていただいたことがあるんだけれど、うんうんうん、すごく素敵な方でさ、私宇宙語が喋れるのっておっしゃるのよ。それで宇宙語っていうか自分の言葉でニーヤの曲歌ってるのっていう風に、なんかねすごい素敵な方なんだよね。実際にお会いしないとその微妙なところまではわからないですけど、うん、雰囲気がお持ちの方ってことですかね。もうほんと綺麗だしさ、うん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 、あ歌姫みたいな感じで表現がやっぱり詩的というか、うんうんうん、あの
ちょっとね控え室がね1個しか除しなくて、うんうん、私マニキュアがねちょっと剥げちゃってあのお手洗いでちょっと、はいはいはい、臭かったりとかするじゃんマニキュアって、はいはい、だから気にして塗ってたの、うん、そしたらエミさんがいらっしゃって、うん、あごめんなさい今これ塗ってたからちょっと匂いがあれかもしれないっていうのをね、うんうん、言ったら、うんうん、私ねこの匂いすごい好きなのキャンディーみたいだよねみたいなことをおっしゃってて、あキャンディーとか言うんだと思って、なんか これをそんな素敵に表現してくださる方っているんだとか、うん、ちょっとなんかね感動した覚えがある。なるほど、うん、時間もあれなんで次行きますか。はい、すいません、はい、ひくらじネームもっちさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。磯っちさん、しもんさん、ひくらじは、ひくらじはオリンピックの開会式、我らが高田にきの英雄の証が流れましたねよひくらじリスナーとして誇らしいというか、なんというか、とても気分が上がりました、うん、いつかまたゲストとして今回の件の感想などをお聞きしたいです。はいはいはい、磯っちさんがツイッターにて、俺が考えた最高の開会式選手入場曲セットリストやろうよとのことでしたので、疎いながらも一つ二つ案を提出させてもらいます。やったー。まずはロックマン2の各ステージの曲を、うん、エアーマンなどが有名ですが、個人的にはフラッシュマンのステージ曲が好きなのでおすすめします、うんうん、あとはエストポリス電気2のバトル BGM を、うん、これから戦いだと高揚する曲なので大好きです。暑い日が続きますがお体ご自愛ください。はあ、なるほどね、うん、ロックマンはあれじゃないですか、シモン氏のフィールドじゃないですか。そうですね、ロックマンの曲が流れたら僕のテンションは多分おかしなことになってなんかさ、演奏するにあたってオーケストラアレンジになってましたけれど、はいはいはい、ピコピコ音で聴きたい曲もあるじゃないですか、やっぱゲーム。まあそうだね、うん、オープニングアクトでちょっとピクセルっぽいものがあったりとかしたから、うん、ちょっとそういうピコピコ音のやつも欲しかったなみたいな。もうダメだねオタク、ゲームの曲流してくださってありがとうございますって言っときゃいいのに、これもあれもこれもあれもって言い出す、これがオタク。まあセットリストが二巡三巡してたところがあるから、アレンジ違いとか、そうだよね、いけたんじゃないかみたいなね。ロックマンか、でもなんかロックマンやっぱエアーマンとかが有名だから、そうするともうニコニコ組曲みたいな歌い手さんが出てきそうな感じが、そういう感じになってくるイメージになるけど、あでもなんかいいよね、うんうん、やっぱ私はさ今回のセットリストで、うんうん、高田にき、高田雅人さん入ってて、うん、上松のお坊さんが入ってるじゃん。で伊藤健さん、伊藤健二さん、ローマサガの、うん、皆さん一緒にお仕事させていただいたことがある方なんで、うん、ここは世界の雄三小四郎を最近押すね、とにかくね、なんかずっと小四郎さんの話毎週してるよねここんとこ連チャンですね。小四郎さん私大好きなのもあるんですけど、はいはい、アトラスでメガテンペルソナはちょっと宗教的な問題もあって難しいかもしれない。うーん、確かにね。ね、あのおお、うちの神様が出てんのかいみたいになっちゃうと、まあちょっとね、うん、ああすいませんってなっちゃうから、うん、それだったら世界中とかね。はい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 。世界中のこう街の曲とか結構いい曲多いから、うん、街の曲でちょっとゆったりした感じで入っていただいたり、あとはね、うん、やっぱりバトル、うんうんうん、バトル系の曲いっぱいありますからもういいですし、アクトレーザーもいい曲ですしイースもいい曲ですし、うん、ベアナックルもいい曲ですしこれ1コーナーできる勢いのほらやっぱコーナー作った方がいいんだよこれいやいや、イソチが急に募集するからでしょ。そうなの、ツイートに書こうか迷ったの、あのカッコシモン氏には許可取ってませんあでも今後こういうのいいかもしれないですよ。テーマを決めて曲を募集してみるとかね。これ実際曲かけられれば最高なんだけどね。お許可が、お許可がおの使い方おかしいけどね音れない自分の方になんかおついちゃったでもそういうコーナーあってもいいかもしれないですよね。自分のねこうエピソードと曲をワンセットにするみたいなのは、うん、検索したら YouTube では公開されてるものもあったりするから、確かに確かに視聴とかできたりするから、うんうんうん、今ねあのとりあえずバーって送っていただいた方のお便り採用してますけど、もしこの後も来るのであればちょっと考えてもいいと思います。なんか面白いなと思ったの、なんかみんなどういうゲーム音楽好きなのかなって普通に興味もあるし、はいはいはい、自分の知らない作曲家の方とかもいらっしゃると思うんだよね、うんうんうん、なんかその音楽を知るきっかけになるかもしれない。じゃあちょっともう一通いきますか。はい、ひくらじネーム白い怪盗さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今イソッチのツイッターを見て自分なりの入場曲候補を送らせていただきます、うん、ありがとうございます。1マザー2エイトメロディーズ、うん、2頑張れゴエモンゴエモンインパクト、うん、3聖剣伝説2
ボス戦の音楽です。いかがでしょうか。いやどれも名曲。いいですね。マザー、確かにマザーいいですよ。歩きたくなるよね。マザーはみんなで歌うみたいな、歌声をみんなで響かせようみたいな。歌はテーマの一つですよね。そうそうそう、うん、世界がつながっているみたいなさ、みんなの歌がみたいな感じになるから、盛り上がりは確かにすごくいいと思いますね。うんうんうん、で五右衛門みたいな、やっぱりわっっていう、日本っていうね。なるほどなるほど、わってそのことか。東京開催ですから、ちょっとここはやっぱ日本風なものを入れさせてくださいよと。いいでしょう、五右衛門だったらみんな好きでしょってことで入れさせていただいて、で聖剣伝説2ね。聖剣もいいよね曲これなんかイソッチが代わりにプレゼンしてくれるコーナーだそうね、どの曲もね、やっぱ流れたら、うん、もうゲームのシーンが浮かぶ名曲揃いですな、これね。ゲーム音楽のコンサートとかの地位がもうぐんぐん上がってほしいね。確かに、それがここで聴けるとなればまた。で、作った方とかのお名前ももっと前に出てくるといいな。子供の頃ってさ、うんうんうん、この曲作ってる方がこの方だとか、はい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 、意識してなかったし、そんなに出てなかった気がするのよ。実際僕はあれですよ、やっぱりイソチラジオやるようになって、あ、本当に有名な方はね、あの存じ上げてますけど、うんうん、ゲームの作曲家の方をこう意識することは基本はなかったんで。なるほどなるほど、うん、なんかね、知っていただきたいというか。まあ大人になってからやるゲームはまたちょっと別ですけどうんうんうん、うん、子供の頃やってたゲームってやっぱりそんなに。そうだよね、もうファミコンの曲なんてさ、いや、どなたがって感じだよね。あの任天堂のマザーとかで言えば、うん、鈴木圭一さんと田中宏和さん、うん、お二人だっていうのを知ったきっかけが、田中宏和さんの方がなんか DJ で回すみたいなイベントがあって、あ、はいはいはい、その時にドクターマリオとかそういう曲も流されてたから、ああこの方が作られたんだみたいなことを知ったのがきっかけだった気がするんだけど、やっぱそういうことがないと分かんないよね。今はね、やっぱサウンドクリエイター、コンポーザーの方がゲームのフックになってるみたいな感じのがあるけど、うんうんうん、昔それこそファミコンの時代とかはやっぱりそんなにね。そうだよね、本当前面には出てきてなかったからな。この当時はね、そういう文化ではなかったので、うんうん、もしかしたら今回のきっかけに、あの曲いい曲だったなっていうところからゲームの音楽、そしてゲームを知ってもらうっていう、なんかそういうきっかけにはなったかもしれないですね。そうだね、そう、作曲家の方もさ、なんかゲームの音楽なんてって言われながら作曲してたっていうようなツイートをされてる方とかね、はいはいはい、いらっしゃいましたね。ちょっと下に見られていたみたいな、うんうんうん、だからこんなに嬉しい日はないですみたいなツイートをされてる方とかを拝見したけど、うん、グッときますね。俺たちも嬉しいよみたいな、なんか感情共感型オタク掘るんだったらこういうことを掘ってってほしいね。あれですか、解説とかですか。ええ、ああ、それは難しいそうですな。なかなかそこまでは先生難しいですよ。入場の時もちょっと喋ることないなみたいになっちゃう時あったじゃん、実況の方とか。あ、僕ねちょっと仕事の関係でそんなにガッチリ見えてないから分かんない、ね、そっかそっか、うんうん、例えばね、ウガンダの選手たちですとか、ナイジェリアの選手です、でこういう国で前回は何個金メダルを取ったんですよみたいな、はいはいはい、ちょっとやり取りがあるんですけど、うんうん、間が空いたら、あ、今流れてる曲はってモンスターハンター、あー確かにね、なんかね、あのゲームの楽曲ですとはおっしゃってたけど、うんうんうん、セットリストに対しては言及してなかったから、なんかちょっとそういうのがあっても嬉しかったかな我々はそうだね厄介なオタクたちに絡まれましたね。やれあの曲が足りないやれやれこれをしろ、アレンジを増やせまあでもね、それだけ良かったってことですよ。まあまあ確かにね、うん、言ったらオリンピックとは距離が遠い我々もちょっとね意識し始めてるということで。そうなんだよね、というかもっとさ、なんか告知してくれればいいのにね。告知しちゃダメなのこれ、ネタバレみたいな感じだから。いや、そもそも何時から開会式なのか知らなかったから、うん、普通に仕事しちゃってたな。言ってくれてもいいじゃんと思った。セットリストが途中で流れてきたから、はい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 、もうその情報掴んでるわけじゃん、うん、じゃあさ言ってよみたいな。確かにね、ゲーム好きな人見てみたいな感じで言ってくれればもっと見たかもしれないのにっていうところですよこれ俺の曲がかかってるみたいな。いらっしゃいましたね。急に知ることにならなくても済むわけじゃないですか。でもあれなのかな、やっぱ厄介オタクがなんでこの曲がないんだみたいな問い合わせをでも厄介オタク可能性としてはね、そう、まあまあまあ、もしかしたらね、これ入れてくれよとかね言っちゃう人がいる
る可能性も、オタクはじゃあほどほどにみんな応援していこうってことでまあまあそう、迷惑をかけずに応援しようね、全力で。そう、そうしましょう、そうしましょう、うん、はい、これはオープニングトークなんだな。これはもうダメですね、この尺はねどうしようかなどうしようかな。でもまあいいことが一つあります。何ですか？オープニングトークはコーダニキの曲だから、コーダニキの曲が長く聴けた、いつもよりね。確かに。この後普通オタだけにしますかね任せます、構成担当のシモン氏。はい、じゃあそうしましょうそれでは始めていきましょう。イソッチの自己肯定感低めラジオ、エゴ解放できません。この番組は我々自身の提供で YouTube、Spotify よりお送りしています。ひくらじ、マイフレンド。改めましてイソッチです。シモンです。はい、はい、今日のメインコーナー、ふつおたのオープニングトークはこれ喋りすぎたってことですかね。じゃあもうオープニングがもう一つのねコーナーになっているコーダニキが作曲した低血圧をたっぷりと聞いていただいたと思いますので、はい、お便り読んでいきましょうか。はい、ひくらじネームみちさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。そっちさん、しもんさん、ひくらじは、ひくらじ はだいぶ遡ってしまいますが、1周年記念企画のメガネ拭き無事にいただきました。お、連日雨が続いていた中、珍しく晴れた日にピンポイントで届きました。ありがとうございます。よかった。すぐにでもお便り投稿しようと思ったのですが、確かゲーム配信の中でだったかと思うのですが、おまけについて次回のひくらじで触れるようなお話をされていたので、それを聞くまでは投稿を控えよう。それに今投稿するとより限界なオタク感の強いお便りになってしまうと思いとどまり今に至ります。これ僕の多分バイオ実況かなんかの時にちょっと話したやつかもしれないですね。はい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 、改めて素敵なメガネ拭きを、送り状を、ステッカーをありがとうございました。届いた封筒もみんな一緒に額に入れて飾って日々ニコニコしております。もったいなくて使えないと。なるほど、ありがたい、ありがたいですね。でもこれはですよ、また次の企画でね、うん、メガネ拭きをプレゼントしますよっていう時に採用されたら2枚来るわけですよ。1個使えるわけですよ。次も参加していただくね、ことになりますかね。これ額が2つ並ぶっていう可能性もいや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 、1個は使いましょう、1個は使いましょうよ。いやー、あとあれだな、ちょっと封筒に書いたシモンよりがすごいヘロヘロな字で書いちゃってるから、それは捨ててもらってもいいかないやでもね、良かったです ね、 本当に ね無事に届いて良かったですよ本当に。じゃあ次行きましょう。ひくらじネームダッフルおじさんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ペルソナストーカークラブから拝聴しています。こちらのラジオの存在を最近になって知りました、うん、過去にアップされているものを仕事の合間に少しずつ聞かせていただこうと思います。応援の意を込めてショートアニメを作ってみました。楽しんでいただけたら幸いです。これからも配信を楽しみにしております。頑張ってください。ダッフルおじじゃん。ダッフルおじさんが来ましたよ。ダッフルおじさんさんじゃん、もうそうなんですよ。ペルソナストーカークラブで野生のプロと言われていた、うんうんうん、キムカイさんがね、空耳の再現イラストを描いてくださってて、スライドさせたりアップにしたり引いたりとかでちょっとした動きは加えてたんですけど、はい、アニメーションではなかったんですよ、うん、でそれをアニメーションにして、しかもカラーにして投稿してくるプロの犯行ではっていうね方がいらっしゃったんですよ。はいはい、でそれがダッフルおじさんさん。ちょっと僕もね、普通にペルソナストーカークラブは一視聴者として見てたので、ダッフルおじさんさんとまさか相まみえることになるとは。おじさんがみたいなね。ひくらじも聞いてくれているみたいな。ありがたいです。ショートアニメ見ました？見ました。あれはどうやって作ってんだろう。さすがですね、相変わらずのクオリティ。普通にあれですもん、爆弾解除で爆発したシーンにあのアニメーション入れたいですもんね。入れたいですよね。しかもあのちゃんとメガネが飛んでくんっていうね。メガネね。なんかメガネをこうできないかねみたいな話をあのシモン氏にしたら、それをやる技術は僕にはないって。いや、しかもね、イラストのデータ僕は持ってますけど、ダッフルさんは上がっているものから多分起こして作ってた、うん、そうそうそうなんですよ。いつもそうなんですよ。でないところを書き足してるんですよ。いや、それはすごいわ。すごいんすよ。え、爆弾爆発したらあれ入れましょうよ。あのデータいただいてください。いや、
や俺組み込めんのかな、その技術があるか、ちょっとやっぱそこも不安なんですけど、ね、ああなるほどね、まあ、でもちょっとこの YouTube はどうしよう、ツイートする、そうですね、ツイートをしましょう、まあ、初めての応援ショートアニメをいただけたので ねこれはもう皆さんにも見ていただきたい、チャンネル登録してそうね、応援していくしかない、もうこれはもうメガネフティ送っとくメガネフティちょっとデータのやり取りする時に送っときますかそうだよね、もう先にこれはお送りしといた方がいいんじゃないかレベルの、それはねペルソナストーカークラブの時から言われてたんですけど、結構なこれ、はいはい、手間だと思うんですよ。いやこれ大変よきっと。いや大変よ、だって私自分で編集して、うん、ちょっと表情変えたりするだけでも大変よ。ああしんどいしんどい、こんなぬるぬると。プロジさんもしよろしければメガネ拭きをお送りさせていただくのでご連絡先を、そうですね、うまいことコラボできたらなって思っておりますので、いやいいですね、こういう動きが増えてきたらひくらじも盛り上がっていきますね。いいですね、うん、ありがたいですね。で最後にですね、はい、こんなお便りいただいたんですけども、はい、グラジネームアマガエルさんからいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。磯地さん、シモンさん、こんにちは。こんにちは。唐突ですが私の悩みを聞いてください。うん、私は声優になりたいのですが、うんうん、やっぱり狭き門だよねと踏み出しきれずにいます。ただ諦められるかというとそれも難しく、うん、毎日どうしようと悩む日々を過ごしています。特に今はコロナ禍なので行動を起こせないのもしょうがないと自分に言い訳をして先延ばし、うん、このような相談はたくさんあると思いますが、お二人は声優としてやっていくことを決めた時は何がきっかけだったなど決断するためのアドバイスをいただけないでしょうか。はあ、ははあ、うん、そっちからいろんなアドバイスがあるかもしれませんけども、はい、まず僕は声優ではないというところだけ先に。でもまあ一応ほら舞台系の道に入ったじゃないですか最初。まあまあまあ半分芸能みたいなお仕事はしてるかもしれないですね、うん、でもほらオーディションとかあったわけでしょ。シモンシモン、そうね、一応声のお仕事も一回もらったことありますよ、うん、なんか受けようって思った、うん、その、ああなるほど、うん、まあでも僕はもともとやっぱりその憧れていた声優さん、はあはあはあ、が舞台もやっていて、うんうん、やっぱそういう人になりたいなっていうのがあったんで、天ヶ谷さんはどういうね、あーなるほどね、志望動機は何なのかとかにもよりますけど、確かに確かに、私は何だろうな、うん、すっごい嫌なことがあったんだよねすっごい嫌なことがあった、低迷期1回目みたいな、ほう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 、プチ引きこもりではないけれどそういう時期があったわけよ。なるほど。ふとこのまんま外に出ないのかなみたいな感じになって、うん、なんとなく好きだったものはゲームとかだったんだけれど、なんかゲームを作る話を作るっていう才能は自分にはないと思ったの、うん、でもその時自分の声とかも好きじゃなかったからさ、歌とかなんだろう、なんていうのかな、声質がすごいいいとか思ってなかったからさ、うん、声優とかあんまり考えてなかったんだけれど、たまたま髪の毛を切りに行った時に雑誌置いてくれるじゃん、普段見ないような雑誌、うんうん、そうね、自分が買わないような雑誌に触れるチャンスですよね、うん、普段はもうさ電撃プレイステーションとさファミ通とさそうなんだ、あんまり美容室では出てこない、ね、ないやつですよ、はいはい、アンアンとかノンノとかさ、はいはいはい、そういうのがあってポーンって思ってたんだけれど、うん、なんかねアンアンがね年末の特集号みたいな感じで占いの特集だったの。そしたらなんか大志田が12年に一度にすっごいいい年ですって書いてあって、うん、今こんなに悪いのにみたいな、うんうんうん、次の年よ。なるほど。で芸能関係がすごいいいって書いてあったの。へえ。じゃあ声優だなっつってあれ、あそうなの。そうなの。あそうなの。そうなのよ。そっちの場合は養成所とかの門を叩く、いったいった、きっかけがそれだったってこと、うん、そう、とりあえず受けてみよう、はい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 、みたいな感じで、まず最初に、うん、無料レッスン教室みたいのがあるじゃん、あるある、行ってみてそこでもう結構みんなすごかったら、うん、もう自分なんて今からやっても、うんうん、そのみんなとのすごい差が埋められないだろうから、はいはいはい、諦めようって思ったんだけど、みんなどんな感じなんだろうと思って行ったら、その行ったところがそういう感じだっただけかもしれないけれど、うん、ただ単にこの人が好きだから、比較的ライトな感じだね、うん、なんていうのかな、もうほんとすごい切磋琢磨がここから行われてるのかなって思ってたのよ私勝手に、はいはいはい、まだまだこっからですっていうとこだったって、割とそんなにもうすごい至高な志を持っていなければ入れない世界ってわけでもないんだなって思って、ちょっと安心して目指しましたよ。ほー、だからなんか一個そういうのをやってみたらいいのかもしれない、体験とか。
今はもうあるんですよね、きっと無料体験コースみたいな。 あると思うし、なんか専門学校とかだったらオープンキャンパスみたいなあるんじゃない、いろいろあるっしょ、あるっしょ、うん、そうあるっしょとか言ってよく分かってないんだけど、私が結局受けたのは、うん、短期決戦で行けるみたいな。なるほど。あんまり長く現場に出なかったらきっと私はやっていけないって思って。なるほど。何らかしらお仕事ができたらそれはそれで縁だから続けようって思ってたの。でもそこでお仕事があったってこと、まあ、確かにちょこっとここの妖精女性で撮りますっていうゲームとかあったりとか、うんうんうん、であもしかしたらやっていけるかもしれないみたいな感じにはなっていたんだけど、うんうんうん、最後 にさ、なんか所属できるかできないかみたいな、はいはい、ありますね、あるじゃん、うんうん、でそこでは1次通ったけど2次で落ちちゃって、ほう、他のところにそれで拾っていただいた、そうそう、なんかいける感じになったんですよ、なんかなんかグニュッとしてるな、うん、本当になんか運よく行くことになったんですよ声をかけてもらったってこと？そうだね、なんかあのちょうどやりますうちでみたいな立ち上げがちょうどあって、なるほど。でもなんかねそこはね割とあの元アナウンサーさんが立ち上げていたから、はいはい、そういうとこのつてのお仕事はすごいあって、なんだろうな、ラジオ CM とかこういう系のお仕事はすごい多かったんだけれど、結局自分がやりたいのは声優だなっていうか、あのキャラクターとか人物を演じたいなって思って、うん、なんかそっちに行きたいんですよねって言ってた時に、うん、またなんかうまくスイッチングしたんですよ、なんかこれがスッと行ってスッと行ってみたいな感じ、なんかね全部ねスッと行ってスッと行ってたの私。持ってるってことなのね。どうなんだろう、難しい。最終的にその、うん、あのもうお亡くなりになってしまいましたけど、辻谷浩二さんがあの劇団というかワークショップを作ってらっしゃっていて、うん、事務所もなんかちょっと作ってたんでね、うん、今までいたところと辻谷さんがなんかこう合同でやりますみたいになって、うんうん、辻谷さんにちょっとだけ教えていただいたりとかしつつそこでお仕事をしてたんですけど、結局やっぱりお一人ではさばけないみたいになって、うん、はいはい、昔自分がシグマセブン時代にお世話になっていた社長のところにみんなでお世話になろうみたいな、うん、大移動ですよ大移動、今の事務所にみんなで大移動ですよ。だからマックミックさんに入った、そうそうそう、割と居座り続けて今の居座り続けてお前やめろよとも言われてないしいっかって思っていさせていただいておりますよっていう。社長がね結構、うん、ペルソナストーカークラブの現場とかについてきてくれたりとかして仲良くやってますあ、そうだね、社長さんとイソチは仲いいのは、あ、イメージそういう感じですか、よかったよかった、あ、普通仲いいんだなと思って見てた。そう、なんかね最初はやっぱり、うん、この人どういう人みたいなわからない感じがあったんだけれど、一回そのラジオ収録に来てもらったら、うんうん、ゲームがすごい好きでゲームのことが超詳しいってことが分かったよみたいにすごいなんか前向きに、はい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 、なんかね最初はすごい距離取られてたなるほど、あ、じゃあ社長がいる限りは今のとこにいようみたいな。なるほどね、そんな感じです。これねでも自分の生い立ちっていうかあれだからね、アドバイスにはなってないな。まあどうだろうね、でも、まあ、今の話とかも含めてだけど、アマガエルさんが何歳ぐらいの方かはちょっとわからないですけど、うんうん、今って比較的なんか声優になるための活動もしながら仕事もするとかも、そうだね、結構ありな時代になってるから。わかるわかる、逆に両方持ってる人の方が重宝されるっていう時代になってきてると思う、うん、まあ、もちろんその演技もそうだし、うん、トークの引き出しもそうだし、好きなことをいろいろたくさんやってる方の方がすごいやっぱこう魅力的に感じるから、うん、アドバイスとしては悩んで毎日うー言ってるぐらいだったら一回なんかどっか行ってみて、慣れなかったら慣れなかったみたいな感じで動き出してみるのがいいのかなって、うん、養成所とか専門学校とか行くとそれなりにお金がかかっちゃうから、まあ、そうね、そこもね難しいところではあるから、なんか自分に合うところを探してみたりとか、うんうん、これねでも最初のやっぱ選ぶとこってすごい重要だと思う。あー、なるほど。もう最初で結構運命決まると言っても過言ではないと思うから。でもさ今だったらさ、うん、YouTube とかで活動して、確かに昔からあるその声優っていう仕事とはまたちょっと違うかもしれないけど、うん、でも声の活動もするみたいな方もいらっしゃるよね。そうだね、まあ、お金がなくても YouTube から始めるとかも全然、確かにね、可能性としてはあるのかなって思いますけどね。声優とあと一括りに言ってもさ、何系をやりたいかだよね。そうだね、
例えばさ、私もさ最初ラジオ CM とかいっぱいいただいてたけど、うんうんうん、やっぱこうもっと人物像がちゃんとしているものを演じたいなとか思ってこっち行ったとかあるから、最初から例えばナレーションに行きたいんだったら、はい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 、こうとか、うん、人物を演じたいんだったらこうっていう動き方があると思うんだよな。やりたいものはちゃんと自分の中で考えつつ、うん、まあ、フットワークは軽めにっていう。同僚のねお友達から聞いたんだけれど、もともと学校の先生をされてて、ほうほうほう、最近学校を辞めて声優活動を始めた方っていうのが いらっしゃって、喋、うん、りの技術っていうか滑舌だとかはやっぱりあの最初からやってた人たちから比べるとやっぱちょっと甘いところはあるんだけれど、その、うん、先生をやってたから人に聞かせるっていう能力がすごい飛び抜けていて、はいはいはい、なんかいいってなるらしいのよ。わかりますよ。すごいやっぱ現場に呼ばれるんだって。あ、やっぱそういう道もあるんだなと思った。だからアマガエルさん10代とかでさ、うんうん、ラブライブ的なアイドルさんみたいなこともやりつつ、うん、声優さんがやりたいとかだったら、まあ、うん、ちょっと頑張って早めに動いた方がそれはね、うんうん、多分若いうちしかできんことだからあれなんだけれど、先生やった後に聞かせられるとかね、そういう道もあるから、無理してねそのうーんって思ってるんだったら行かない方がいいと思うのよ。まあまあまあそうね。でもなんとか頑張っていけそうだったら行ってみなって感じがする。うんうん、意外と先延ばししてたけど行ってみたら大したことなかったなってことっていっぱいあるからさ。そうなんだよね。うん、私今さティファールのさんフィルターがさ悪くなって、うん、網が劣化してちょっと半分に割れちゃってるわけ、うん、それをねネットで注文しようと思ったらネットで注文できなくて、カスタマーセンターに電話しろって書いてあって、カスタマーセンターに電話みたいな。あのね、明日やってくださいそれ。なんやこれ。電話したくないみたいになって、ついついその破れているフィルターを使っちゃってるんですけど、うん、お取扱いセンターにね電話するのがすごくもう本当先延ばしですよ。だから気持ちはわかるんです。それはもうすぐ電話した方がいい。まだいけるって思っちゃって。いやいけないいけない、そのイソチのねまだいける、だいたいいけない時のやつだから。さあ、まあ、ちょっとこんな感じでしたけど、何かしらのねアドバイスになってればいいなって感じですね。またなんか悩んだらもう一回ください。そうだね、一緒に悩んでいきましょうよ。こういうのはせっかくネットとかでさ、こういう風にお知り合いではないけれど、うんうんうん、情報が共有できるっていう世の中なんだから、あの他のね周りに相談できる方がいたらね、そちらにも相談していただいて、うんうん、イソッチ&シモンはこう言ってたけどこっちはこうだなみたいな、なんかいろいろね意見聞いとくのはいいと思うんで、うんうんうん、もし何かあればまたお気軽に投稿してください。はい、お待ちしておりますよ。はい、たくさんのお便りありがとうございました。エンディングです。はいはいはい、ちょっとアプリについて質問をいただいてるんですけど、あ、どうぞ。ひくらじネーム上州のカズさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。イソチさん、シモンさん、こんにちは。こんにちは。ひくらじのアプリで7月9日配信分が7月8日になってますよ、うん、もうすでにお便りが来ていると思いますが気がついたので送らせていただきます。うん、これなんだろう、アップした日が、いや、わからんのです。え、いや、これなんかね YouTube の公開された日が勝手に組み込まれるように葵ちゃんと作ったんですけど、うん、実はね今までもなんかちょいちょい1日だけ表記がずれたりとかする時があって、うん、理由はもう YouTube さんじゃないと分かんない。今までさ、こうなんかアップしてて公開日がこれって、うん、そう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 、公開日公開日、うんうん、で今まで一回もその公開日自体がずれたことは1日もないんで、うん、なんじゃろうねこれね。なんだろうね、しかも1日早いっていうのがね、これは分かりません。なんだろうな。そう、まあ、ただあそこは僕が手で打ってるわけではないので、うん、YouTube さんがなんかご機嫌が斜めなのかなって思ってもらえたらいいかなって。そうですね、なぜかアプリで見れないみたいなことがあったらちょっと問題だけれど、そうね、それはちょっとこの前もあって不具合は直しましたけど、うん、日付はねなんかちょっと謎。謎なので、ええ、すいませんっていう。すいません、あの
次もあってもあれおかしいなって思いながら見てください。多分そんなに問題はないと思うので、はい、はい。なんかあれですね、オープニングで燃え尽きた感じがしましたね今回は。いやもうイソッチのさ、はい、ラジオ収録するまではさ、はい、いやー疲れましたねみたいなそうだったのに俺の考えた最強セットリストのコーナーになった瞬間、早い早い、下が回る回る、何ですかあれ怖いなーイソッチ。これが限界オタクですかねなるほどね、これが限界オタクか。あかんな、びっくりしたわ。人付き合いがねちょっと苦手だなって私思ってるんですけどはいはいはい、こういうのがね怖いんですよ。自分ではそんなに意図してないのに一人で盛り上がってる時があるっていうのが怖いんですよ。今日はちょっと特に顕著だったので指摘しておきました。ふにょんということでですね、あの番組のコーナーでは皆さんのお便りを募集しています。ひくらじの公式サイトか公式アプリからお気軽に投稿をお願いします。募集しているテーマは質問、感想、自己肯定感低い低いエピソードなど自由にお送りください。ふつおた、チャレンジしてほしいことやアプリのアップデート要望などひくらじを広げる投稿をお待ちしています。自己肯定感向上ミッション、あの作品を探せ、捜査情報と案件依頼どちらでも OK、 思い出公開捜査、我々に熱くプレゼンしてほしいお題を募集、エゴ爆発ライトニングトーク、今リスナーさんに参加してほしいとしている、次回開催テーマは好きなお笑い芸人です。そろそろ締め切りますのでよろしくお願いします。それでは自己肯定感低めラジオ、今週はここまで。お相手はイソッチこと磯村智美とシモンこと橋本優希でした。バイバーイ。よく考えたらこの手のお便りは初めて来たなと。そうかもしれない。相談しなくてもいいって思われてる相談してもそんなに大したこと返ってこない、大したこと返してこねえなみたいな